第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会準決勝の第1試合です。東京都市大学塩尻対長野日大の一戦を松本平広域公園総合球技場サンプロアルインからお伝えします。両チームの選手が入場してきました。先に1列に並んだのがピンクのユニフォーム長野日大、9年ぶりの決勝進出を目指します。ライン1列に並んでお辞儀をしてからピッチ内に入っていったのが東京都市大学塩尻です。3年ぶりの決勝進出を目指します。では両校の校歌です。ここで両チームの演奏を目指して校歌の演奏を行います。初めに東京都市大学塩尻校歌の演奏を歌います。両校の校歌が演奏されまして、今両チームがベンチ前で記念撮影を行います。こちら、水色のユニフォームが3年ぶりの全国大会を目指しています。これまで5回の優勝を果たしているという東京都市大学塩尻です。一方、こちらピンク色のユニフォームが100回大会で初の全国大会出場を目指します。勝てば9年ぶり3回目の決勝進出となります長野日大です。全員攻撃全員守備でここまで勝ち上がってきたチームです。今大会は40分ハーフで行われます。それでも決着がつかない場合、準決勝からは10分ハーフの延長戦、それでも決着がつかなければ PK 戦で決勝への切符を決めるという形になっています。今日はよく晴れて青空が広がっています松本会場です。朝は冷え込んだんですが、この時間暖かな日差しも届いています。上空風はほとんどありません。これから行われるのが100回目を数える全国高校サッカー選手権大会の長野県大会準決勝の第一試合です。今両チームのキャプテンが主審の前に集まりまして、コイントスが行われています。都市大塩尻のキャプテンが2番をつけます、北野大和。長野日大のキャプテンが8番をつけます、徳武奏太です。
コイントスが終わりまして、今、両校の応援団に向かって、両チームが挨拶をしに行くところです。今大会は新型コロナウイルスの感染対策として、声を出しての応援はできません。両チームの応援団から大きな拍手が今、送られているところです。そしてこれ、エンドが変わりそうですね。先に左から右に攻めるのがピンクのユニフォーム、長野日大。右から左に攻めるのが水色のユニフォーム、東京都市大学塩尻ということになります。これから行われる試合で先に決勝進出を決めるのはどちらのチームになるんでしょうか。画面上都市大塩尻の9番中島壮太郎を映しています。今大会3ゴールチームのエースストライカーです。ピンクのユニフォームが長野日大。今円陣が解けました。長野日大の9番をつけます笠原大成です。こちらもチームのエースストライカー。今大会まだ1ゴールというだけに本人もこの準決勝で点を決めたいと話していました。画面上は都市大塩尻の円陣を映しています。そして今長野日大なんですが、大きく向こう側のエンドに、偏った陣形を取ってキックオフを迎えるようです。手前のサイドにピンクのユニフォームの姿はありません。奥のサイドに全員が固まって、まず最初キックオフ何かをやってきそうです。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会準決勝の第1試合、都市大塩尻対長野日大の試合が今ピンクのユニフォーム長野日大のボールで始まりました。大きく左サイドを使っていった展開、スローインを獲得しています長野日大です。ピンクのユニフォーム、向こうサイドからのロングスローがあります。長野日大、風はほとんどありません。松本会場です。右手を上げてスローイン、ボールが入ってくる。合わせるのはどちらになるのか。こぼれたところシュートを打っていった。都市大塩尻のディフェンダーが弾き返します。しかしボールは長野日大。キャプテンの徳武、8番の徳武がボールクロスを入れます。都市大クリア。最後クリアをしていたのが9番の中島壮太郎でした。4番の山崎ボールを持って右足から長いボール入れていきます。都市大の2番キャプテンの北野のところにボールが行きましたが、これはラインを割って都市大ボールです。まず仕掛けをしていきました長野日大でした。その攻撃を弾き返して都市大ボールで試合が再開されます。前後半40分ハーフで行われます長野県大会の準決勝です。ボールを投げるのがキャプテンマークを巻きます北野大和、チームのキャプテンです。北野がさらに競っていったところですが、これは長野日大ボール。ボールが入って中に入れる。9番の笠原、ボールを持てるかチャンスになるというところですが、これは都市大の対応です。さらに縦に仕掛ける。再びボールを持った笠原、大きくクロスを入れていきましたが、これはゴールラインを割りました。スピードとシュート力が武器というチームのエース笠原大成が一ついい形を作ろうというプレーを見せていきました。立ち上がり長野日大が積極的な姿勢を見せていきます。ここまで全員守備全員攻撃で勝ち上がってきました長野日大です。対する水色のユニフォーム東京都市大学塩尻は切り替え球際運動量、その武器を使って9番の中島がシュートを打っていきましたが、これは相手ディフェンダーに引っかかります。左サイドから和田、クロスを入れて大きくなってゴールラインを割りました。最後は和田のクロスでした。6番をつけます和田かなた、今大会ここまで1ゴールを挙げています。サイドバックの選手なんですが、かなり高い位置まで上がってクロスを最後入れていきました。長野日大のゴールキックに変わっています。
長野日大は20番の藤沢がゴールマウスを守るという形になっています。今日の試合です。都市大の北野が競ったところ、弾き返したのは都市大です。前線の中島を狙ったボールでした。その中島足元で落としますが、都市大が弾き返し、日大が弾き返します。長野日大足元に収められるか。さあチャンスになるぞ。シュートを打った、ゴール決まった。先制は長野日大、前半の4分。最後押し込んだのは9番の笠原だったでしょうか。7番の笠木からのクロスでした。前半から積極的な姿勢を見せてチャンスをものにしました。笠木の抜け出しから笠原へのボールという先制点となりました。前半の4分です。いきなり試合が動きました。笠原今日1ゴール、チームのエースがまず先制点を奪っています。さあ1点ビハインドになりました。都市大塩尻です。さあ逆に今度はボールを奪っていったんですが、ここは山際主審の笛がありました。1点を失った形になりました都市大塩尻です。今大会初めて先制点を許したという形になるのが都市大塩尻です。3年ぶりの全国を目指しているというのが水色のユニフォーム都市大塩尻。この試合初のセットプレーです。6番の和田が蹴ります。前線には中島、そして北野という長身の選手が今ペナルティエリアのやや内側という位置で横1列に並んでいます。ボールが供給されて前線に入ってくる。弾いたのは長野日大、左足シュート打っていきました。最後は13番の高井のシュートでした。思い切って左足振り抜いてきました。今大会2ゴールというこの高井が最後左足を振り抜きました。1点を追いかける都市大塩尻です。日大のゴールキックから、長野日大のゴールキックから競り合ったところ、中島が足元で受けるか。中島から高木へサイドを変えます。キャプテンの北野、縦に行こうかというところ。ここで長野日大が奪いましたが、ここはホイッスル、長野日大ボールです。長野日大も都市大も非常にこう攻守の切り替えが素早いチームということで、激しいボールの奪い合いが続いています。そしてこの位置からもゴールキーパーの藤沢が蹴ります。藤沢からのボール、前線蹴り合って笠原、ボールを受けるか。キャプテンの徳武がボールを追いかけます。都市大が前線に送る、中島がさばこうかというところです。弾き返したのは長野日大、オフサイドフラッグが上がっています。素早いリスタートやらせようというところでしたが、山際主審がもう一度やり直しをさせます。1点を追いかける展開になっています都市大塩尻です。前半の4分に得点が動きまして、この時間追いかける形が水色のユニフォーム都市大塩尻です。キーパーの遠藤から前線を送ったところ、13番の高井が競って左足シュートを打っていったか。16番の最後高橋でした。ゴールキーパー藤沢が時間を取ってからもう一度前線に送っていきましたが、これは都市大のディフェンダーが弾き返しました。都市大がだいぶこう早くリスタートをしようという動きを見せていますが、ここも山際主審がもう一度やり直しをさせます。先ほどと同じような位置からフリーキックという形になります。先ほどは
ディフェンダーが弾いたところ、13番の高井が左足でミドルシュート打っていったんですが、今度はどのような形になるでしょうか。画面上は9番の中島を映しています。中島はゴール前一番高い位置を取っています。ボールが入って中島が競る、その奥にこぼれるか。長野日大のディフェンダーが弾き返しました。ボールを持ったのは都市大。玉際切り替えハードワーク、それをモットーにここまで勝ち進んできました。水色のユニフォーム、都市大塩尻です。6段の和田から前線を送った高いシュート、巻いてくるボールですが、これはゴール右に外れました。高井が少し遠めの位置から今日は積極的に打っていっています。右足で少し巻いてくるようなボールを打ってきました。都市大は手元の集計ですでに3本のシュートを打っています。一方の長野日大は1本のシュート、その1つのチャンスを沈めました。ボールは再び都市大、11番の高木から前線中島を狙ったボールだった。まもなく前半の10分になろうという時間帯です。ここまでリードは長野日大、前半の4分に先制しています。19番の隅、3番の川原、長いボールを入れていく、胸で落としたのが長野日大の笠原です。9番の笠原から手前のサイド、キャプテンの徳武が走り出していますが、ここは都市大のディフェンダーが弾きます。13番高井がヒールで前線に送った。しかし冷静に対応は長野日大です。ゴールキーパーまで戻しました。両選手が競り合ってセカンドボール、どちらが奪うか。前線に送っていきますが、これはうまく呼吸が合いませんでした。今日ゴールマウスを守ります遠藤がボールを持つところです。そしてピッチ上、今都市大の選手が片膝をついて左膝でしょうか、気にしています。18番の清野です。非常に対人に強さを持つという清野が今左足の膝のあたり気にしていましたが、立ち上がりました。大丈夫なようです。清野は2年生の選手。ゴールキーパーの遠藤から左サイドを使います。高木が競り合ってボールはどちらが収めるか。高橋から戻して川原です。高橋にボールが渡りました。中には3人入ってくる。クロスを上げられるか。クロス、ディフェンダーが足を出していました。コーナーキック獲得です。最後高橋のクロスでコーナーキックを獲得しました。都市大塩尻です。この試合1本目のコーナーキックということになります。キッカーは14番の村松です。今ゆっくりとコーナーフラッグのあたりに寄っていきました。長身の中島、そして北野というのがニアサイドにいる状況の中でどこを狙ってくるか。キッカーは14番の村松です。右手を上げてボールが入ってくる。ファーサイド、しかしこれはゴールライン割っていました。右足でゴールから離れていくようなボールを今出していきました。14番の村松です。ニアサイドに背の高い選手が集まっていたんですが、ファーサイドを狙っていきました。キーパーの藤沢から向こうのサイドで競り合って北野が前に弾き出したボール、これはどうなるか。日大裏への抜け出しのボールを狙った。ボール追いつくか。笠木がボールを持ってフリーになるか。1対1シュート、ゴール決まりました。2点目、2点を追加点を挙げた7番の笠木。前半の13分、長野日大2対0リードを広げました。
都市大塩尻2点を追いかけるという展開です。2点のリードは長野日大、一度集まって選手間でコミュニケーションを取ります。都市大塩尻です。2点を取られるというのは今大会ありませんでした。都市大塩尻は3回戦9対0で野沢南に勝利、4回戦は6対1、1失点したんですが松本深志に勝利しています。そして準々決勝2対0で東海大諏訪に勝利しているという中で、この試合は前半13分までに2失点をしているという都市大塩尻です。9番の中島が11番の高木を使います。クロスを入れられるか、ゴール前では高井が待っている。和田、再び高木、クロスを入れられるか、切り返して右足、低いボールを入れていった、スルーして一度やり直しをさせます。3番の川原、キャプテンの北野、向こうのサイド高橋、スライディングしてボールを奪ったのは長野日大だ。しかしこのボールは都市大が収めます。前線に入れていく中島を狙ったボール、都市大ボールです。最後は高橋が競っていきました。さあそして都市大塩尻もロングスローがあります。2番のキャプテン北野がボールを持って今ギリギリのところまで助走を取りました。まもなく手元の時計で前半15分になるところ、2点を追いかける都市大塩尻、ロングスロー、来たのがボールを投げてゴール前入ってくる、ニアサイド沿ってシュート、左足、しかしディフェンダー最後クリアをしました。最後足を出していったのは4番の山崎です。副キャプテンがピンチを救いました。最後よく足を出していきました。都市大とすると絶好機だったんですが、ゴール前鍵をかけていきます長野日大のディフェンダーです。しかし都市大塩尻チャンスが続きます。コーナーキックです。手前のサイドからキッカーは6番の和田、長身の中島はゴール前、この試合2本目のコーナーキック、ゴールに向かっていくボール、ボール前競り合う、もう一度コーナーキックです。2点を追いかける都市大塩尻、キッカーは再び和田です。今足元を確認してボールをセットしていきます。今度はどこを使うか、ファーサイド、キーパーパンチング、ボールは都市大、高木からクロスが入って頭で合わせる、ゴールキーパー正面、20番の藤沢収めました。守ります。2点をリードする長野日大です。キーパーの藤沢前線に送って弾き返したのは都市大、足元を収めるテクニックのある高井、高井かわしてシュート打つか、シュート、再びキーパーを収めました。高井のシュートです。今日はとにかくこの高井が積極的にシュートを打っています。今のシュート枠を捉えていましたがキーパー正面でした。川原弾いて高井がここに受けに来ます。6番の和田、隅から前線に送って頭で反らして、このセカンドボールはどちらが奪うか、長野日大か、これはラインを割りました、オフサイドフラッグが上がりました。まもなく前半の18分になろうかという時間帯、2点をリードするのは長野日大です。追いかけます。都市大のゴールキーパー遠藤が蹴ります。
前線を狙う。中島が競り合って、村松競り合って、ボールは長野日大、笠原が前に送っていきました。村松落として、村松ボールを受けて向こうのサイド、フリーになっているか、スライディングをするのは長野日大、ボールを奪いました。最後16番の高橋、ゴールを狙っていったんですが、さあそしてカウンターになる。先ほどこの形から得点をしています。再びボールを持った笠木、これは副審フラッグが上がっていましてオフサイドです。しかし1点目2点目ともにこの7番の笠木が素晴らしい裏への抜け出しを見せました。今日2点目を挙げているのが7番の笠木です。強くてここはホイッスルがありました。長野日大ボール。今大会は新型コロナウイルスの影響で両チーム応援団が声を出しての応援ができませんので、拍手による応援となっています。その分ピッチの選手たち、そしてベンチからの指示というのがよくこの放送席にも届いてきます。ホイッスルがありました。キャプテンマークを巻くのが都市大塩尻の2番北野大和です。9月に右足を怪我した影響で3回戦4回戦の出場はありませんでした。今大会は準々決勝から出場というのがキャプテンの北野。3年ぶりの全国を目指して戦う都市大、そのキャプテンマークを巻いているのが2番の北野です。そしてここで前半の飲水タイムです。新型コロナウイルス感染症対策として両チームボトルの回し飲み、ボトルの共有ができないということで、前後半に一度ずつ飲水タイムが取られています。前半の20分手元の時計で回ったところで前半の飲水タイムです。ここまで試合は前半の4分に長野日大が先制しまして、その後13分にスルーパスから7番の笠木が決めて追加点、2対0としているところがピンクのユニフォーム長野日大です。9年ぶりの決勝進出を目指しています。100回大会で初の全国大会出場を目指すという、今手前に映っている青色の服を着た方が監督の中澤さんです。対するこちらが都市大塩尻、今日1得点の長野日大9番エースストライカーの中島壮太郎です。両チーム飲水が終わりまして試合が再開されます。向こうサイドのスローイン、キャプテンの北野が向かっていますので、ロングスローもあろうかという展開です。長野日大のディフェンダーは7番の笠木を残して全員がペナルティエリア内。キャプテンの北野、助走を目いっぱい取ってロングスローになるか、狙い先はどこになるのか、ロングスローニアサイド、競り合う、こぼれたところどちらが奪うか。長野日大キャプテンの徳武がボールを持って9番の笠原へ、胸で収めるか、笠木から追いかける笠木、7番の笠木、ボールは長野日大手前のサイド、ボールを持ってキャプテンの徳武からスルーパス、再び徳武からニアサイド飛び込んできました笠原です。ボールはどちらが持つか、向こうのサイド1対1、一度落としてボールを呼んでいます。中には3人、これは惜しくも合いませんでした。都市大塩尻ボールです。最後笠原、右足を思い切って伸ばしていったんですがボールには届きませんでした。右サイドから縦に入れて、しかしこれは少し合いませんでした。長野日大ボールです。
北野が頭で弾き返して、一度キーパーの遠藤がボールを落ち着かせます。6番の和田から前線送る。中島ボールを持てるか、チャンスになる。中には高木が走り込んでいる。中島1対1、ディフェンダーも粘る。しかしボールを奪います。2人で挟んでボールを奪うのは長野日大、ピンクのユニフォーム。しかしボールは向こうのサイド、都市大塩尻、大きな展開になった。クロスが入って、最後13番の高井を狙っていました。落ち着かない展開で両者激しい攻防が続いています。どちらも攻守の切り替えが素早いチーム。しかしこれは最後長野日大のゴールキーパー藤沢が収めました。前半手元の時計で24分とまもなく30秒になろうという時間帯です。ここまで試合は2対0、長野日大がリードしています。タッチを割って長野日大ボール。ボールが入ってくる。都市大のキャプテン北野が弾きます。これは都市大塩尻ボールです。キャプテンの北野、ボールを持って最終ラインへ。川原から隅、そこから和田、もう一度戻して左足へフィードボールを送ってきました。弾き返したのは長野日大です。笠木が今のボール狙っていきましたが、入れ替わる形になった。高い、都市大の高いから体を当ててボールを奪いました長野日大。このスルーパスは通させません。向こうのサイド、16番の高橋、戻して村松から最終ライン、サイドバックの和田へ。和田からセンターバックの隅、同じくセンターバックの川原です。長いボール送っていった。サイドバックの北野がこの位置まで上がっていました。ホイッスルがあって、これは都市大塩尻ボールです。空中で交錯がありましたが、キャプテンの北野立ち上がっています。大丈夫なようです。最後北野と長野日大10番川浦の空中でのバトルでした。さあ都市大いい位置でフリーキックを獲得です。向こうのサイドからどういったボールが供給されるのでしょうか。キッカーは14番の村松です。チーム内でも屈指のテクニシャンという村松が蹴ります。このボールはファーサイド、頭でそらすニアサイド、ゴール入って吸い込まれていきました。最後9番の中島です。9番の中島、頭で合わせて2対1、1点を返しました都市大塩尻。前半の28分、セットプレーから得点が生まれました。1点差にしています都市大塩尻。セリアットボールはどちらが奪うか。長野日大キャプテンの徳武が追いかけますが、
都市大の和田が対応しました。都市大ボール。ここまでに前半13分までに長野日大が2点をリードしたんですが、前半の28分、都市大が1点を返しています。さあこれはチャンスになるか。笠木から笠原、笠原から再び笠木へというボールでした。スローインです。もう今日はこの2トップが裏への抜け出し、そしてコンビネーションで都市大のディフェンスラインを破ろうという動きを何度も見せています。3番の町田がボールを持つ。この町田もロングスローを投げることができます。今ゆっくりと助走を取りまして、画面からも見えなくなるほど長い助走。ロングスローが入ってくる。ニアサイド反らせるか。シュートこぼれている。ボール前、右足振り抜いていきました。最後21番の堀内、思わずピッチを叩きます。ロングスローから決定機を作りました長野日大。前線からボールを追いかけます長野日大。この時間帯です。しかしかわしていくのが都市大塩尻のディフェンダー。胸に当たったボールは長野日大ボール。キャプテンの徳武テクニック見せていきましたが、これは都市大ボールです。前半の30分が経過しました。向こうのサイドキャプテンの北野、縦に送って高橋かわす。しかしカバーに来ていました長野日大。最後都市大の選手に当たって長野日大ボールです。ここまで得点は2対1。2点を先制した長野日大、1点を返した都市大塩尻。前半30分までに3点が両チーム合計で入っています。タッチを割って都市大ボールです。ディフェンスラインを上げてゴールキーパーに減らせます都市大。前線では高井、そして中島、さらには高橋でしょうか、一番奥のサイド。3人の選手が横一列の形。ボールが入ってくる。真ん中の中島を使ったボールです。ボールは都市大が収めました。弾いたところ、タッチライン終わります。都市大ボール。都市大塩尻、一度キーパーまで戻して19番の隅、3番川原、チームの副キャプテン。縦に入れる。ボールは通った。サイドを振る。11番の高木へのボール。高木追いつきます。ボールを持って高木自ら行くか。6番の和田、和田からのクロス、低いボールだ。ゴール前どうなるか。混戦になっている。なんとか難を逃れました長野日大。しかし再び都市大です。14番の村松、村松から戻して組み立て直します。3番の川原、1人かわして逆サイド見えています。たまらずタッチに逃れた長野日大。最後はディフェンダー3番の町田でした。胸で受けて縦に送ろうかというところですが、これは長野日大ボールを奪えるか。さあ前線送ったぞ。追いつけばチャンスになる。13番の高井追っていきますが、タッチライン終わりました。都市大塩尻ボールです。最後は4番長野日大の副キャプテン山崎の対応でした。そして向こうのサイドからサイドバックキャプテンの北野が手前のサイドもやってきました。ここもロングスローがありそうです。このカメラからは手前の観客席にかぶって見えなくなるほど長い助走。わずかに今画面上左手が見える。キャプテンの北野が投げます。ロングスロー、低い弾道で入ってくる。ニアサイド、ボールはどちらが奪うか。再び北野、
都市大のキャプテンから左足グラウンダーのクロスが入ります。弾き出したのは都市大長野日大、村松からのクロス、ボールは長野日大ですが、収めたのは都市大塩尻。最後競り合ってゴールキーパーが抑えました。都市大が厚みのある攻撃で長野日大ゴールを脅かしています。この時間帯です。ボールは都市大、16番の高橋からボランチ14番の村松へ、右のサイドバック北野です。北野から右サイドで組み立てようという動きか、手前のサイドでは6番の和田が読んでいます。ゴールキーパーからを前線に一気に送る、裏へ抜け出させようという動きか、中島ボールを持って9番の中島、裏へと走り出すのは高木ですが、ここは長野日大のゴールキーパー藤沢が抑えました。最後高木が追っていきました。今大会ここまで4ゴール、準々決勝までの得点でいうとチーム最多得点を誇っているのが11番の高木です。その高木ボールを持ってどこを狙うか、9番の中島呼んでいましたがボランチまで戻して和田へのボール、これは長野日大弾き返して前線9番の笠原を使おうかという動きです。ゴールキーパーまで戻しますが、ここまでプレッシャーをかけに行きました長野日大。ホイッスルがありました。倒れていたのが都市大の16番高橋です。深は3番の川原、どこにボールを出していくか、前線は3人の選手がペナルティエリア付近で待つ形。ゴール前中島を使うか、ボールは都市大、胸で落として戻す6番の和田へ、和田から高木、高木から清野、戻して高い位置を取っています。都市大塩尻の両サイドバックです。高橋かわして中に切り込んで、ここは一度ディフェンダーをかわしました都市大塩尻。ハーフウェイラインあたりで今ボールを回しています都市大、一人かわせる、センターバックの川原から前線に送る、高いへのボールだ、13番の高い、かわせるか、こちらを向いてクロスが入ってくる、中島ともわずかにゴール右、最後藤沢触っていました、ナイスセーブです。しかし向こうのサイドからテクニックを見せてきました都市大塩尻の攻撃陣です。コーナーキックを獲得、この試合3本目のコーナーキック、先ほどもセットプレーから得点をしているのが都市大塩尻、先ほどは中島が頭で反らすような形でゴールを奪いました。このプレーはどうか、ゴール前入ってくる中島だ、手前のサイドにこぼれてきます。カウンターを狙うか長野日大、ボール奪った高木からクロスが入って胸で落としてシュートを打てるか、最後高いのシュートです。再びコーナーキックを獲得です。この時間都市大の攻撃が長野日大のゴールへと襲いかかります。今度は手前のサイドからのコーナーキックです。こちらのサイドからだと6番の和田が蹴ってきます。どこを狙うか、左手を上げてボールが入ってくる、ファーストサイド頭で合わせるか、ディフェンダーヘディングで弾き出しました。キャプテンの北野、2番の北野、どこを狙うか、ファーサイド、これは長野日大弾きます。清野から前線送って反らした中島、中島ボール
足元にうまくつきませんでした。ゴールキーパーの藤沢が抑えました。今大会3ゴール、チームのエースストライカーがゴールを脅かしたんですが、ゴールラインは割れず。長野日大のゴールキックです。次第のキーパー遠藤が少し時間を取ってから長いボール入れてきました。中島そらして11番の高木を使おうというボールか。清野から中島へのボール、胸で落としたのは長野日大の9番笠原。選手を走らせます。キャプテンの8番徳武が追っていきました。点マークを巻いています徳武です。女子大の9番中島設定前線に送る、11番の高木を追っていきました。これは女子大ボールです。最後は高木を追っていってスローインを獲得です。キャプテンの北野がライン際に寄っていってロングスローです。長い距離助走を取っていってこの辺りを使うか。風は無風、ニアサイドだ、頭で反らす。まだボールは混戦になっている。シュート打てるか、足元で収めた。日大駆け出す。アディショナルタイムは今1分の掲示が出ました。前半の40分を回っています。試合は前半のアディショナルタイムに突入しています。19番の隅から10番の村松戻して再び村松、和田かわした。テクニックを見せる。どうするか。手前のサイド高木を使う。中には選手が4人入っていますが、これは長野日大のゴールキーパー藤沢が抑えました。ここはボールを素早く出さず陣形を整え直します。長野日大キーパーの藤沢がボールを蹴っていったところ、審判前半終了のホイッスルが鳴りました。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝は前半40分を終えて2対1、長野日大がリードしてハーフタイムへと入ります。
地方、皆様のご協力をお願いします。Thank you.
両チームがピッチ上に戻ってきました。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝です。水色のユニフォーム東京都市大学塩尻対ピンクのユニフォーム長野日大の一戦を松本会場からお伝えしています。試合は間もなく後半40分へと向かいます。ここまでのスコアは長野日大が2点、都市大塩尻が1点、2対1で長野日大がリードする展開です。前半の4分そして前半の13分に長野日大にゴールが生まれまして2対0としたところ、前半の28分に都市大塩尻がセットプレーから1点を返して試合は2対1です。両チームハーフタイムでの交代はないようです。ピンクのユニフォームが長野日大1点をリードしています。今円陣が解けました。9番の笠原、今日先制ゴールを挙げました。都市大塩尻も今円陣が解けて、後半は水色のユニフォーム都市大のボールで試合が始まります。今後半40分が始まりました。水色のユニフォーム1点を追いかけます。都市大塩尻のボールで試合が始まります。最終ラインでボールを回して、右サイドバックのキャプテン北野が今右手を上げていましたが、同じサイドを使いました。都市大塩尻9番の中島、エースストライカーがここまで降りてきています。今日は2トップの右に入っている中島です。ボールは長野日大のゴールキーパー藤沢へと戻っていきました。右から左に攻めるのがピンク色のユニフォーム長野日大、左から右に攻めるのが水色のユニフォーム都市大塩尻です。最終ライン弾き返したところ、長野日大の川浦から前線へ、手前のサイド石黒から10番をつけます川浦、左サイドバック1人かわした、チャンスを作れるか、ドリブルで運んでいく、ペナルティエリア内に侵入しようかという動き見せていきました。
センターバックの山崎が胸で落として6番のボランチの小森から右サイド、サイドを変えてキャプテンの徳武へのボール、競り合って笠原、入れ替わって笠原、9番の笠原、左足シュート打つか、切り替えてクロスを入れてディフェンダーに当たりました。サイドを変えます。競り合う、どちらが奪うか。センターバックの若林が前線に大きく蹴り出していきました。都市大塩尻のゴールキーパー遠藤まで渡ります。今日ワンゴールの中島が今都市大の北野と手を合わせました。前線送る、中島が沿っていったところ、長野日大の笠原、縦に送って笠木を使う、スピードのある笠木、15番の石黒がサポートに入ってきます。10番の川浦、逆サイド空いています。その逆サイドへセンターバック若林から右のサイドバック町田、大きくサイドを変えるか。ツートップの笠木へのボールでしたが、これは都市大のゴールキーパーまで戻ります。今日はスピードのあるプレーで2ゴールに貢献しています7番の笠木です。自身も1ゴール、前線に送る、中盤での競り合いです。両チーム球際には強さがあります。フリーキックを獲得は都市大塩尻です。フリーキックでこの試合すでに1点を挙げています都市大です。向こうのサイドでどうでしょうか。今10番の都市大塩尻の都市大塩尻の選手が今インナーを脱いで姿が確認できましたが、ラインの奥に置いているのが確認できました。都市大とするとチャンスです。前半フリーキックから1点を返している都市大です。注目のセットプレー、低いボールで最後11番の高木を狙っていきました。村松設定、ボールはどちらか。都市大ボール奪って左足でシュート打った、ゴールキーパーを抑えました。最後19番のスミが最後シュートを打っていきました。都市大のゴールキーパーまで戻ります。先ほど都市大のシュートは13番の高井だったようです。ボールを追いかけます笠原です。今日は非常に長野日大の2トップの選手笠原と笠木が前線から献身的に守備に行っています。ボールを収められるか、高井からというボールですが、これは裏への抜け出しを狙ったボール、都市大のセンターバック川原収めています。左サイドバックの和田へ、和田から縦に収めた高井、再び和田、中には中島、走り込んでいるか。高井へのボールですが、これは弾き返しまして都市大ボールです。向こうサイドからのスローインですが、キャプテンの北野がそちらにゆっくりと今向かっていっています。前半も何度かロングスローでチャンスを演出しているキャプテンの北野がボールを持って今ギリギリのところまで助走を取りました。向こうの観客席の手前からゴール前へと投げ入れようというところです。9番今日1ゴールの中島、競っていきますが、その中島の前だ、ボールこぼれてクリアは長野日大。このボールはどちらが収めるか、笠木ボールを持ったらチャンスになる、スピードのある笠木、ボールを持った、ボールを持った、抜け出していく、逆サイドから笠原キルは、笠木がそのままシュート、ゴールキーパーよく体に当てました。ビッグセーブ、キーパーの遠藤ビッグセーブを見せました。笠木非常に長い距離スピードを生かしてドリブルで運んでいったんですが、今ちょっと右膝を気にするような仕草も見られますが、立ち上がっています。
しかしコーナーキックのチャンスです。長野日大は前後半を通じて1本目のコーナーキックということになります。キッカー15番の石黒、バーサイドヘディング、キーパー正面抑えました。最後5番の若林のヘディングでした。若林正面でヘディング打っていったんですが、キーパー正面。2度のピンチを救っています遠藤が今かなり高い位置までボールを運んで、そこからゴールキック。さあボールを持てるか、高いだ、高い前を向けるか、向こうのサイドからボール入れて中島か、その奥か、高橋、手前のサイド、や北野です。北野から高橋からクロスが入って、これはゴールラインがありました。サイドを変えての攻撃見せてきました都市大塩尻です。1点を追いかけています。前線のボール、北野が弾いて前に送ります。縦に弾いた長野日大、和田が一つ回転をしました。センターバックの隅から前線へのボール、体を寄せてボールを奪いました長野日大。タッチに逃れてコーナーキックを獲得したのは都市大塩尻です。向こうのサイドからですので、おそらくロングスローということになりそうです。長野日大の3番町田が対応していました。さあ助走を取って北野のロングスロー、ここまでは比較的ニアサイドにボールが寄っているが、ここもニアサイド、キーパーパンチング、こぼれている、中島の前に転がっている、キーパーセーブ、ボール触っています。まだボールはどちらに転がるか、大きく蹴り出した。先ほどはここから笠木がボールを収めてビッグプレーというところあったんですが、タッチラインを再び割りました。都市大塩尻ボールです。今キャプテンの北野が最終ラインで一つ落ち着くようにチームに声をかけています。前線そらしてボールは長野日大です。最後11番高木が競っていきました。向こうのサイド、長野日大のボールでスローインです。前線競り合って笠原から笠木追いかけますが、都市大のゴールキーパー遠藤です。キャプテンの北の右サイドの高橋を使う、中には3人上がっている、高橋テクニックのある高橋からクロスを入れてファーサイド走り込んできて左足、しかしこれはディフェンダーです。ディフェンダー弾き返した、浮いたボール、これはどうなるか、いやしかし都市大塩尻ボールを奪いました。向こうのサイド、中島がボールを呼んでいる、3人で囲む長野日大。笠木から笠原へのボールですが、これは長野日大ボールを回収。中島、手前のサイド高橋、再び中島スルーして、しかしこれは笠原から中島へのボール、さあ引っ掛けました長野日大。大きく展開するか、笠原です。今日ワンゴールの笠原、笠原からボールが入って小森、キャプテンの北の対応です。前線3人の選手が流動的に動いています。都市大塩尻です。一度テンポを変えるでしょうか都市大塩尻。ゆっくりとドリブルでボールを持ち上がっていきます。手元の時計で前半まもなく後半11分という時間帯です。向こうのサイド、中には選手が3人入ってきている、クロスが入ってくる、左足からの供給、手前のサイド高木だ、高木から
戻してミドルシュート、ディフェンダーに当たりました。カウンターになるか。胸に当てたのは都市大塩尻。サイド大きく変えます。ゆったりとしたボール回しでキャプテンの北野、一人かわしてテクニックのある北野から高橋クロスを入れますがディフェンダークリア。まだあるか、ミドルシュート打っていった、ディフェンダーに当たります。ボールは再び都市大が収めている。キャプテンの北野がこの位置に上がってボールをさばきます。高橋からクロス、しかし何度も弾き返します長野日大のディフェンダー。前線笠原を狙ったボールです。もう一度戻して笠原から、笠原どうなるか、女子大の清野が対応、引っ掛けた、これは前線送って中島から反らして高井へというボール。長野日大のディフェンダーも冷静です。フィードボール送ってきましたが、これは再び都市大、手前のサイド高橋からクロスが入って、これはゴールライン割りました。少しコントロールしきれなかったでしょうか。しかし質の高い攻撃見せてきます、都市大塩尻です。手元の時計で前半は後半12分と40秒回ったところです。長野日大の藤沢のゴールキックで試合が再開です。前線送る、2トップの一角中島が競り合います。長野日大ピンクのユニフォーム、しかし水色の都市大塩尻が弾き返しました。ホイッスルがあって都市大塩尻ボールです。選手が一人倒れていますが立ち上がりました、9番の中島でした。中島今日は前線でかなり激しい競り合いを何度も繰り広げています。さあ中島そして北野という長身の選手上がってきました。セットプレーから今日1得点の都市大塩尻です。後半の13分、左手上げてボールが入ってくる、キャプテン北野だ、北野ボールを持ってシュートを打てるか、長野日大うまく体を入れてボールを奪います。タッチに逃れた、キャプテン北野のロングスローです。手前のサイドから今交代の選手がサイドラインまで来たんですが、一度交代のタイミングを見計らうようです。おそらくこのプレーの後に交代投入されるということになるでしょう。北野のロングスロー、ニアサイド反らして競り合うシュート、ゴールわずかに上です。最後ヘディング合わせていきました、9番の中島。そして都市大塩尻選手交代です。16番の高橋、今日何度もサイドを駆け上がってチャンスを作りました。その高橋と代わって10番の直井光太が入ります。都市大塩尻の10番を背負う男、直井が今ピッチに入りました。身長が155センチとひときわ小柄なんですが、抜群のテクニックとスピードを誇るという直井が今ピッチ上入っていきました。北野弾いてボールはどちらが奪うか、前線積極的に追いかけます都市大塩尻。球際切り替え、ハードワーク、そのハードワークを生かして変わったばかりの直井がボールを持ってスローイン獲得です。いきなりチャンスを獲得しました、この10番の直井のプレーでした。ここからですと都市大はロングスローがあります。長野日大のベンチ側からボールはどこに投げ入れるのか、左手を上げてロングスロー入ってくる、ニアサイドで競り合う、ゴール前こぼれている、長野日大のディフェンダー弾きましたが、これはゴールラインを割りました。集中した守備をここまで見せています。少し押し込まれる展開が続いている長野日大ですが、福
副キャプテン4番の山崎を中心とした強固な守備がこの都市大塩尻の攻撃を阻んでいます。画面上は10番の直井です。 1.5 列目のような位置に入りまして、中島そして高井の2トップを仕事を演出するという形でしょうか。9番の中島今日1ゴールです。フリーキックを頭で反らしましてゴールネットを揺らしました。直井ライン際ですが、これはタッチライン割って長野日大ボールです。ピンクのユニフォーム長野日大、10番の川浦左サイドバックの選手がボールを入れていきました。弾いて前線送る、笠木ボールを持てばスピードがありますが、これはオフサイドフラッグが上がっていました。さあ都市大塩尻フリーキックという形になります。前半セットプレーから得点を奪っている都市大塩尻ですが、キッカーは副キャプテンの山崎です。都市大塩尻は各ポジションに副キャプテンと呼ばれる選手がいまして、副キャプテンは全員で4人いますが、そのうちの1人が4番の山崎です。ゴールキッパーがボールを蹴ります。向こうのサイドキャプテンの北野競り合う、11番の高木ボールを収めるかというところでしたが、これは長野日大ボールです。ボールを入れます。ヘディングでの応酬になります。セカンドボールはどちらが奪うか、都市大塩尻だ。戻して13番の高井シュートを打っていった、シュートを選択しました高井です。北野10番の直井にボールが渡る、直井またいでクロスを入れていく、ヘディングシュート、ゴールわずかに左です。最後11番の高木です。途中交代の直井、見事なテクニック見せていってクロスを入れていって高木というボールでした。わずかにゴールポストの左、10番の直井テクニックを生かしています。しかしまだ長野日大の強固な守備は崩れず、1点差を保っています。リードは長野日大、ピンクのユニフォーム、前線送る。後半に入ってこの笠木そして笠原という前線の選手にうまくボールを渡させないように都市大塩尻のディフェンス陣奮闘しています。川原からキャプテンの北野へのボール、これは足がかかりました。北野に対してイエローカードが提示されます。北野15番石黒修正へのファールで、セットプレーのチャンスは長野日大です。さあ後半に入ってチャンスが少なくなっている中、後半の20分を経過、長野日大このチャンスものにすることができるでしょうか、リードを広げられるか。セットプレーです。キッカーは15番の石黒、ボールが入る、低い弾道伸びていくボールだ、ゴールだ、キーパーと交錯するような形になりましたが、都市大のゴールキーパー遠藤が収めまして、ここで後半の飲水タイムです。後半ここまで手元の時計で間もなく21分になろうかという時間帯で後半の飲水タイムが取られています。新型コロナウイルス対策としてボトルの共有ができませんので、個々人のボトルから水分補給を行います。飲水タイムです。前後半
大体半分を過ぎたあたりでこの飲水タイムというのが設置されます。今水分を補給しまして、先に都市大塩尻の選手がピッチに入っていきました。そしてピンクのユニフォーム長野日大の選手もピッチに入っています。そして今都市大のゴール側ですが、選手が一人足をつりまして、こちらからは13番の高井のように見えるんですが、今ピッチ上都市大は10人で試合を再開するという形になりそうです。左足のふくらはぎのあたりをマッサージしている姿が確認できます。前線で体を張っている高井が少し左足気にしていましたが、試合は再開です。前線競り合う10番の直井、落下点めがけて走っていきましたが、これは打点高いところ、長野日大が競り合って、このボールはどちらが収めるか。ボールは高井からスルーパス、これは通させません。しかし高井自らプレッシャーをかけに行きます。18番の清野から逆サイド和田から戻して、再び左サイドバックの和田です。戻して隅、隅から前線へのボールです。タッチに逃れます長野日大です。そして先ほど足をつっていました高井に代えて20番の小林が今投入されていきました。水色のユニフォーム都市大塩尻です。小林はディフェンダー登録の選手なんですが、高井に代えて投入されました。向こうのサイドからのロングスロー、ニアサイド反らせ、ゴール前こぼれるか、先にボールを取れるのはどちらか。俊足の笠木が前線を送っていったところ、3番の町田が懸命に追いかけます。しかしボールは都市大か、長野日大ディフェンダーが弾いて、先に収めるのはどちらか。都市大の和田が落ち着かせます。和田から左サイド手前に戻して向こうのサイドです。クロスを入れて今ゴールラインを割りました。都市大の9番の中島、チームのエースストライカーとして逆転ののろしを上げるかという前半28分のゴールを奪いました。長野日大ボールです。都市大のキャプテン来たのか、競って前線で直井、そして高木から直井だ、直井から高木、ボールは長野日大、キャプテンの徳武前線に送ります。再び向こうのサイド、ボールをキープするのは都市大塩尻、ボールを奪った、9番の笠原へのボールですがディフェンダーよく対応しました。ワンタッチでかわしていこうかという動きを見せた長野日大ですが、ボールを再び奪って笠木から向こうのサイド、キャプテンの徳武から笠原のボールですが、これはゴールキーパーを収めました。18番ボランチの清野が手前のサイドギリギリまで広がってボールをさばきました。キャプテンの北野から戻して最終ライン、副キャプテンの川原です。川直井からスルーパス、中島へのボール、ゴールキーパー触りました。最後長野日大の副キャプテン山崎が対応しました。
中島決定機だったんですが、ここは長野日大のディフェンダーが上回ったか。左足を少し気にしていますが走り出しました。キーパーまで戻します。和田、戻してボランチの清野、1点を追いかける都市大塩尻です。代わって入った小林です。20番の小林、フレッシュな選手、縦の推進力がある小林から一枚落として前線高木へのボールでした。都市大塩尻大きく向こうのサイドに展開です。キャプテンの徳武、堀内からのボール、町田右サイドバック前線のボール、これは9番の笠原持ちましたがオフサイドフラッグ上がっています。そして選手交代も慌ただしくなっています。都市大塩尻3番の川原に変えて23番のイム・ジョンソンが入ります。そして長野日大も2枚、長野日大は2枚側へです。あ、2トップを変える形です。7番の笠木、9番の笠原に変えて22番市川コノンと19番の手島凪人という2人の選手が入ります。市川コノンはフォワードの選手なんですが、19番手島はミッドフィルダー、ボランチを普段務めている選手、どういったフォーメーションになるのか、守りを固める形になるんでしょうか。長野日大、試合は再開されています。前線ボールは10番の直井、抜け出したチャンスになるシュート、しかしこれは長野日大のゴールキーパー藤沢が足に当てました。ことごとくチームのピンチを作っています藤沢です。ここはロングスロー、都市大塩尻、北野のロングスロー、ニアサイド競っていく、ボールはどちらか、2番の北野からクロスを入れてゴールキーパー藤沢を抑えました。藤沢を抑えています。間もなく手元の時計で後半の29分30分になろうかという時間帯です。後半ペースを握っているのは都市大なんですが、最後の最後やらせていないのは長野日大、1点をリードしています。そしてさらに選手を入れ替えてくるでしょうか長野日大ですが、ここはまだ交代のタイミングではないようです。向こうのサイドからのロングスロー、あ、しかしこれは今四審の持っていた電光掲示板が一つちょっとですね、今うまく表示されていないということで、ジェスチャーを使って選手交代を告げています。どうやら手元ここから見える限りだとキャプテンの徳武がキャプテンマークを4番の山崎に渡していますので、8番徳武に変えて14番の大久保が入りそうです。今キャプテンマークを巻いていた8番の徳武がゴールラインのあたりから一礼をして下がっていきました。14番の大久保、フォワードの選手が入っています。さあそして試合を再開されていました。ここはファールスローがあったということで、都市大ボールで試合が再開されそうです。さあこの時間になって慌ただしく両チームのベンチも動き出しています。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝第1試合です。中島へのボールですが、ここはファールがあって都市大ボールでフリーキックです。しかしもうすでにやらせようかという動きなんですが、山際主審がもう一度やり直しをさせます。
セットをして選手が入れ替わって6番の和田のようです。長身の選手北野が一番手前の場所にいるがどこを狙うか。ニアサイド10番の直井使っていきました。155センチの小柄な選手を狙っていきました。都市大塩尻です。手元の時計で前半後半の30分を回りました。まもなく32分になろうかという時間帯です。後半は40分ハーフで行われています長野県大会の準決勝です。長野日大がリードする形、さあ抜け出したぞ。22番変わって入った市川が一度下げて石黒縦に突破、左足クロスを入れて都市大のゴールキーパーが抑えました。この時間になってやや画面右から左に風が吹いてきています。松本会場です。前半の間は無風だったんですが長野日大にとっては追い風という形になります。上空風が吹いてきました。松本会場、都市大のボランチ清野が持って一つ下げます。おっとこれはタッチが大きくなったか。ボール奪った長野日大、6番の小森から前線、19番の手島へボールを追いつけばチャンスになりますがこれは大きくなってゴールラインを割りました。1点をリードしているピンクのユニフォーム長野日大です。1点を追いかける水色のユニフォーム都市大塩尻、3年ぶりの決勝進出を目指して戦っている都市大塩尻と9年ぶりの決勝進出を目指して戦っている長野日大の一戦です。ボールを収めたのは都市大塩尻、手前のサイド20番の小林から縦への突破、クロスが入ってヘディング、飛び込んでいきましたがゴールの上、9番の中島チームのエースがヘディング飛び込んでいきましたがわずかに左、いや悔しそうな表情しています。点差はわずかに1点、後半30分を回って残り時間が少なくなる中で1点リードは長野日大。キャプテンの北野から小林、前線送っていきました。ゴールキーパーの遠藤から高木を狙ったボール、11番の高木狙っていきましてスローインです。長野日大のベンチの前からなんですがキャプテンの北野が行きましたのでおそらくこれはロングスローです。そして都市大選手交代です。14番の村松に変えて24番の高橋です。14番の村松も要所に顔を出していい働きをしていたんですがその村松に代わって選手が投入されました。ロングスロー、ニアサイド入ってくる、弾き返したのは長野日大、10番の直井足元にボールを収めて2番の北野へクロスを入れてファーサイド上がったボール、どちらが先に触るか。長野日大のディフェンダーキャプテンマークを引き継ぎました山崎が触りました。タッチに逃れたのは長野日大ですが向こうのサイドからだとロングスローがあるでしょうか。10番の直井が寄っていったんですが今向こうの席、向こうの観客席のグランドレベルにピッチレベルに設置されている観客席の下にボールが入ったんですがそれを取り出しましてキャプテンの北野、ここもロングスロー投げ込んでいく、ゴール前入ってくる、おっと競り合いでこぼれたボール、ゴール前にこぼれていったんですがここに選手はいませんでした。カウンターになるか長野日大、タッチ終わりました。最後都市大の6番小森が体を張ってタッチにボールを逃していきました。これはしかし長野に都市大ボールです。都市大ボールで試合が再開されます。さらにここで一人の選手が投入されます。
ピッチには都市大の21番中立が投入されていきました。その中立、今ゴール前セットプレーの戦列に入りました。1点を追いかける都市大塩尻、ボールが入る、ファーサイド頭で合わせるか、こぼれている、キーパーバッター、同点、追いつきました都市大塩尻。後半の37分2対2追いつきました。代わって入った中立、中立セットプレーから得点を奪いました。追いつきました。試合を振り出しに戻しています。2対2同点に追いついています。都市大塩尻です。一方同点に追いつかれた長野日大ですが、試合はどちらに転ぶのか。ボールを持った長野日大、前線裏の抜け出しを使います。これはどうか、都市大のゴールキーパー遠藤が抑えています。試合は2対2、後半まもなく手元の時計で38分です。残りは2分とアディショナルタイムという時間帯の中で、同点であればこのまま延長戦に突入です。ここはファウルがありまして長野日大ボールです。そして長野日大も選手交代です。15番の石黒に変えて11番の原田大志が入ります。フォワードの選手を投入してきます長野日大。今11番の原田がピッチの中に投入されました。前半2点を先制した長野日大なんですが、粘り強くここまで守っていたんですが、度重なる都市大の攻撃、ようやくゴールを割りました。試合は2対2、前線長いボールを入れていって足元で収める、堀内から向こうの辺り使おうかというところ、カウンターか、長野日大のディフェンダータッチに逃れます。最後は3番の町田が蹴り出したボールでした。3番の町田蹴り出しまして、まもなく手元の時計では39分、このまま2対2のままですと試合は延長戦へと突入するという形になります。スローインボールを入れて胸で収めたのは都市大か、タッチラインを割ります。素早い攻撃見せていく長野日大、11番の原田です。代わって入ったばかりの原田が向こうのサイド体を張ってスローインを獲得。3番の町田のロングスローがあります。試合は2対2、手元の時計でまもなく40分、ロングスローが入ってくる、ニアサイド、こちらのディフェンダー触った、ゴールキーパー手を伸ばしてキャッチをしました。遠藤、遠藤がボールを持ってどこに出すのか、ラインを上げさせます。2度3度ドリブルをして前線にボールを供給、風で押し戻されますが、ボールをどちらが奪うか、アディショナルタイム後半3分です。弾き返した都市大のディフェンス、ボールを持った清野から直井、このパスはどうか、20番の小林、ディフェンダー置き去りにして北野のシュート、これはゴールキーパー藤沢、左手を伸ばしてビッグセーブを見せてきました。都市大の北野、素晴らしいミドルシュートだったんですが、そのシュートを阻みました。手前のサイドからコーナーキックです。試合は後半のアディショナルタイムに突入しています。キッカーは6番の小森、キックが入ってファーサイド、しかしこれは副審の
旗が上がりましてゴールキックです。セットプレーから2点を返しました都市大。前半2点をリードした長野日大、ここで選手交代です。長野日大2番の西澤が入ります。10番の川浦、左サイドバックの選手に変えて2番の西澤、こちらもサイドバックの選手が入ります。川浦に変えて今2番西澤が投入されました。西澤大志です。どうやらその西澤は左サイドバック、変わって入った位置に入るようです。内川が競っていく、都市大弾き返す、どちらがボールを奪うか、これは都市大ボールです。キャプテンの北野がボールを置いてボールキーパーの遠藤に蹴らせるようです。先ほどはこの遠藤のフリーキックから得点が生まれています。都市大塩尻、アディショナルタイムは手元の時計で2分と30秒回りました。低い弾道、長野日大弾き返す、北野がヘディングしたボールは足元を収める、向こうのサイド裏への抜け出し使うか、中には10番の直井がいる、向こうのサイドクロスを上げられるか、ディフェンダーも体を入れて、これはゴールキックです。最後9番の中島、体を張っていったんですがゴールは長野日大ボール。試合開始から懸命に献身的なプレーを見せています中島です。そしてここで前後半80分終了のホイッスルです。前後半80分終えても決着つかず、試合は延長戦へと突入します。ご覧のように準決勝第1試合、東京都市大学附属高等学校対長野日大附属高等学校の試合は、日大の応援に進める前半10分、後半10分の延長戦を行います。準備が整うまで試合を続けます。
第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝です。前後半80分終えても決着つかず2対2、試合はこれから前後半10分ずつの延長戦へと突入します。この試合先にリードしたのは長野日大でした。2点をリードしながら都市大塩尻、水色のユニフォームが2点を返して2対2、まもなく試合は延長戦へと突入します。今左から右に攻めます都市大塩尻、水色のユニフォームのボールで試合が始まりました。10番の直井、前を向くかというボールでした。この時間になって風がやや強く、画面右から左向かい風の中攻めていくのがこの都市大塩尻、水色のユニフォームです。手前のサイドを使う小林、かわせるか。2人で挟むのはピンクのユニフォーム長野日大です。縦にボールを出していきました長野日大。21番の堀内から裏を抜け出そうかという動き、14番の大久保を使っていきました。追い風の中攻めるというのがピンクのユニフォーム長野日大です。一方水色のユニフォームが都市大塩尻、3年ぶりの決勝進出を目指しています。ピンクのユニフォーム長野日大は9年ぶりの決勝進出を目指す。この両校の対戦、現在試合は延長戦です。両チームここまで5名ずつの選手を交代しているんですが、大会のルールで延長戦に突入するとさらに1人の選手が交代できるという形になっています。まだ両校とも1人の選手交代が可能です。タッチに逃れたのは都市大塩尻。長野日大、ここからだとロングスローがあるというのがここまでの試合展開です。追い風の中投げるのは3番の町田のボール、どこまで飛ぶか。ロングスローは町田です。右手を上げて大きな助走から風に乗ってどこまで届くか。ニアサイド、ディフェンダー弾きました。都市大塩尻ボールを収めています。10番を背負う直家の元へとボールは届くでしょうか。引っかかる形になるか。両チームとも素早い攻守の切り替えで相手ゴール前に迫っています。全員攻撃全員守備の長野日大、球際切り替えハードワークを武器にここまで戦ってきているのが水色のユニフォーム都市大塩尻です。セットプレーから追いついた都市大塩尻と、さらには裏への抜け出しから先制点、そして追加点を奪った長野日大という構図です。向こうのタッチ割りましてスローインです。最終ライン守備から向こうのサイド、直井がスルーしてボールを持ったのは中立。直井ボールを持ってクロスを上げる、ヘディングシュート、これはゴール上、頭を抱えます9番の中島。大きなチャンスでした都市大塩尻。この9番の中島のヘッド、枠を外れました。10番の直井のクロスからでした。長野日大ボールで試合が再開されます。中盤での競り合い、中島がボールを持って向こうのサイド、6番の和田から10番の直井、ボールを持ってテクニックのある直井、かわすか、切り込んでシュートだ、ゴールキーパー弾いた、しかしディフェンダーの対応、見事なケアです。長野日大強固な守備を見せています。セットプレーから失点したものの流れの中では点を許していません。長野日大
両校競り合う10番の直井ボール持って狭いところボールを出していきましたが、これはスローインを獲得。この位置からだとロングスローがあります。都市大塩尻選手がペナルティーエリア内へとゆっくりと集まってきました。セットプレーから2得点を挙げている都市大塩尻のロングスロー、ニアサイドセリアがゴール前、直井のところにボールが来ています。キャプテンの北野左足シュート、これはゴール右外れました。しかしコーナーキック獲得です。2度3度とゴールに迫っています都市大塩尻。この時間帯です。延長前半は手元の時計で5分を経過しました。大きなチャンス、ものにすることができるでしょうか。キッカーは高橋、ファーサイドヘディング、こぼれるか、シュート。両チームが交錯する形、ボールを奪った高橋からクロスが入って、ヘディングで弾き返します長野日大です。ボール持てるか、両チームとも激しい球際のバトルが続いています。キャプテンマークを巻いている山崎が前線に大きく送ってきました。タッチラインを割って都市大塩尻ボールです。最後21番の堀内が追っていきました。2年生の選手です。キャプテンの北野がこれも長いスローインだった。しかしチームの副キャプテン山崎が冷静な対応、タッチに逃れました。ここからだとロングスローがあります。もう今日何度もこのロングスローを投げているキャプテン北野から放たれるこのスローインで得点は生まれるんでしょうか。北野ボールを投げる、手前のサイド競り合う、ここかどうか、こぼれている、シュート、ゴール右に外れました。最後20番の小林が最後シュートを打っていきましたが、これはゴール右。延長に入ってなお一層勢いが落ちることなく、都市大塩尻が長野日大のゴールに迫ります。これは直接ラインを割りました。両チームが激しく競り合っていきます。ここはホイッスルです。フリーキックを獲得が都市大塩尻です。最後24番の高橋が競っていきました。さあこのセットプレーから2得点を挙げている都市大塩尻です。敵陣のフリーキックなんですが、キーパー12番の遠藤が上がってきて蹴るでしょうか。いや、これは短いボールで試合を再開。直井、直井から24番の高橋、クロスが入ってボールを持った、中立てクロスを入れて、再び中立て向こうのサイド、シュート打てるか、かわしてクロスが入って、これはコーナーキック。今一度都市大が少しセットプレーのトリックのようなものを見せて相手ゴール前に迫ってきました。さあ1人ピッチ内で選手左足を上げていました。19番の隅です。今日はセンターバックに入っている19番の隅。もうないよ、そんなないよ、おい、あったー、これはこれは向こうのサイドからのコーナーキックは都市大塩尻、得意のセットプレーから逆転のゴールは生まれるのか。選手はゴール前に固まっている。山際主審が笛を吹きます。コーナーキック、低いボール、ニア、キーパー掴みました。長野日大のキーパー藤沢、
さあ蹴るのではなく投げ入れていきました。ボールを前線大きく使っていく11番の原田、弾いたのは長野日大か。10番の直井ボールを持った、スピードとテクニックのある直井から9番の中島追いつくか。ボールは切れていない、向こうのサイド壊すか、クロスが入って手前でその中立て、キャプテンの北野ボールを持ちました。手前のサイド20番の小林から北野、縦に弾いたのは長野日大です。ここで延長前半10分終了のホイッスルです。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝第1試合はここまで2対2、延長後半へと向かっていきます。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝第1試合、都市大塩尻対長野日大です。延長前半を終えて両チーム2対2、同点のまま延長後半の10分間です。左から右に攻めますピンクのユニフォーム長野日大のボールで試合が始まりましたが、向かい風の中で攻める長野日大、風が大きくボールが戻されまして、ボールを収めたのは水色のユニフォーム都市大塩尻です。追い風に乗って攻めるという形になります。試合は延長後半の10分に突入しました。この10分で決着がつかない場合は PK 戦ということになります。これも風に戻される、上空かなり風が強く吹いてきました松本会場です。さあこの位置からですとキーパーに蹴らせます今日の都市大です。このキーパーのボールからも得点が生まれています。かなり風が強く上空右から左に吹いていますので、ボールが伸びることが予想されます。キーパーからどこを狙うか、ゴール前ボールが入ってくる、フリーになるか、シュート打てるか、左足シュート打った、10番の直井ボール足を伸ばしていきましたが、ここに選手はいませんでした。都市大セットプレーから今日は2得点、1点差に追いつくゴール、そして同点ゴールを生み出しています。画面上は10番の直井、身長155センチ、小柄ながら今日はこの長野日大の長身の選手とも張り合っています。風に戻されてだいぶ風が強いのが分かります。球際激しくなっている、この両チームの戦い、裏への抜け出しを使う、ボールはどうか、石川ボールを持った、石川ボールを持って振り切るか、シュートのような形になりましたがゴールキーパー遠藤を抑えました。都市大塩尻です。鋭い飛び出しが武器という2年生フォワードの市川が最後ボールを蹴っていきました。キーパーからのボール伸びます、風に伸びて上空上がったボールを収めるのはどちらか、10番の直井ボールを持てるか、長野日大若林ボールを縦に切りました。隅から
キャプテンの北野、ボールを右足伸ばして奪っていった形になった長野日大ですが、タッチライン割りました。最後19番の手島です。さあ追い風の中、キャプテン北野のロングスローです。都市大塩尻、今日何度もチャンスを作っているこのロングスロー、逆転のゴールは生まれるのか。上空追い風、応援団の拍手を背に受け、ロングスロー、ボールが伸びる、ニアサイド、ヘッドのそらした、これはどうなるか、向こうのサイドボールがこぼれます。手前のサイド、9番の中島、今日ワンゴール、中島仕掛けるか、中島ボールを持って、中島縦を見てクロスを入れる、ファーストサイド、これは風に乗りすぎてしまったか。最後19番の隅を追っていったんですが、これはゴールキックです。今日試合開始時点ではほぼ無風だったこの松本会場ですが、画面右から左にかなり強い風が上空吹いています。ボールは都市大塩尻か、長野日大も体を張ってスローイン獲得は都市大塩尻です。北野が中島を狙う、中島ボールを持てるか、直井、10番の直井、縦に仕掛ける、ボールをまたいでパスを入れたか。ボールは都市大塩尻です。縦に向いて直井からワンタッチの交換、中には3人、クロスが入る、足を伸ばした、長野日大キャプテンマークを巻きます山崎です。副キャプテン、ディフェンスのチームの要という山崎、右足を伸ばしていきました。セットプレーはしかし都市大塩尻です。向こうのサイド、風は右から左、ユニフォームも揺れています。両手を上げて低い弾道入ってくる、キーパーのパンチング弾きました。さあカウンターになるか、長野日大前線に送り出そうかというところ、都市大塩尻選手が足を出して、これはボールは都市大ボールになりそうです。そしてここで選手交代です。長野日大高橋雄心が入ります。6番の小森に変えて投入です。これで交代カードを使い切りました長野日大です。さあ試合は追い風の中、そのベンチの裏、カメラから見えなくなるまで助走を取ったキャプテン北野のロングスローです。ホイッスルが吹かれました。北野のロングスロー、風に乗ってニアサイド、こぼれた、向こうのサイド、クロス入れられるか、クロス入って折り返せるか、これはゴールライン終わりました。長野日大ボールです。風がかなり強いのでそのあたりも影響してるんですが、ゴールラインを割りました。手元の時計で延長後半の6分が経過しています。このまま同点のままだと PK 戦でシーを決するということになります。準決勝の第1試合です。この残り時間でゴールは生まれるんでしょうか。風に押し戻されながら、ボールは都市大塩尻、10番の直井、足元を収めるが、これはオフサイド、フラッグ上がっていました。オフサイドです。しかし鋭い飛び出し見せていきました10番の直井。延長後半の7分を手元の時計では回っています。キーパーの20番藤沢、今日何度もチームのピンチを救いました。その藤沢のキックで試合が再開されます。風に押し戻される、これはボールを持った長野日大、手前のサイド競り合っていきますが、これは都市大ボールです。そしてここで都市大塩尻は選手交代がある前に、今山際主審は
少し両チームに指示を出しましたでしょうか。ゴールキーパーを変えてきます。都市大塩尻、12番の遠藤に変えて1番の岩見、キーパー内でキャプテンを務めるチームの副キャプテンの一人でもありますこの岩見を投入、 PK を見越しての投入でしょうか。都市大塩尻、手元の時計で後半は8分を回りました。都市大ボールで試合が再開です。縦に蹴り出す長野日大、大久保そして市川という2トップが途中からは躍動しています。長野日大残そうかという動きだったんですがラインを割りました。最後は都市大の21番中立、同点ゴールを生んだその中立です。長野日大ボール、今日ロングスローも投げている町田から前線のボール、市川抜け出すか、ボールをキープできるか、これはゴールキック。手元の時計で後半は9分回りました。前後半10分ずつの延長戦まで突入しています。準決勝第1試合、ここまで2対2両チーム同点のまま、果たしてゴールは生まれるのか。風に乗って伸びていく中立、競っていきます。終盤でのボールの奪い合い、和田から直井、胸で受けて足元収められるか、タッチに逃れました長野日大です。キャプテンの北野が大きな歩幅でそのボールの元へと寄ってきました。都市大塩尻、手元の時計で後半延長の10分を回った、アディショナルタイムは1分。キャプテン北野のロングスロー、風は追い風、目いっぱい助走を取ってボールを投げ入れます。ゴールの前、競り合う、シュート打てるか、シュート、これはわずかにゴール右。19番の隅がゴールを脅かしましたがゴールバレず、なお得点は2対2。両手を挙げたゴールキーパーの藤沢、ボールを蹴り入れます。中島、もう前線に反らしていく、この対応はどうなるか、ヒールで反らしてボールをキープ、都市大でしたがゴールキックです。21番最後中立のプレー、ここで延長後半終了のホイッスル、2対2 PK 戦へ突入です。第10回全国高校サッカー選手権大会長野県大会準決勝は両チーム100分間を戦いまして決着つかず、PK 戦へともつれ込みます。こちらが長野日大のキーパー20番をつけています藤沢です。今日は幾度となくチームのピンチを救いました。そして都市大塩尻、ゴールマウスを守るのは1番の岩見、今日何度も何度もチームをピンチから救った遠藤からそのゴール前を受け継ぎまして、チームの副キャプテンがゴールマウスを守ります。今両チームがピッチ内のメンバーに、控えのメンバーが祈るようにこうマッサージをしている姿、抱き合う姿が確認できます。
試合は PK 戦、勝った方が100回大会長野県大会の決勝に進出です。両チームのコイントスです。今コイントスが終わりました。両チーム円陣組んでいます。ピンクのユニフォーム、2点を先制しながら追いつかれてしまいましたが、ここまでよく守りきりました。ピンクのユニフォーム、長野日大です。こちらは2点を追いかけ追いつきました、都市大塩尻です。両チームキーパーから頼もしい言葉が飛び出ました。泣いても笑ってもこの PK 戦で勝ち残るのは1チームのみ。右のゴールで PK 戦を行います。チームのピンチを何度も救いました20番の藤沢です。長野日大、そしてこちらはゴールを途中から引き継ぎましたチームの副キャプテンでもあります都市大塩尻、キーパーの岩見凛太郎、背番号1。長野日大の先行で PK 戦が始まります。1人目決めました。長野日大最初のキッカーは21番の堀内、見事決めてきました。都市大塩尻最初のキッカーは9番チームのエース中島です。今日1ゴール。ゆっくりとボールをセットし、確かめるように足元を鳴らしました。9番の中島。決めました。キーパーの逆をつきました。9番の中島。長野日大2人目のキッカーは22番市川コノンです。今日途中出場の2年生、ボールをセットします。今風でボールが動きましたのでボールをセットし直します。風がかなり強く、もう一度セットし直します。止めた！
チームの副キャプテンがまず一本セーブを見せました。都市大塩尻、2人目のキッカー、ボールをセットします。おーっと触っていたんですが、都市大塩尻キャプテンの北野、見事決めました。しかし藤沢、長野日大のゴールキーパー、方向は合っていました。長野日大3人目は18番の高橋雄心です。ポストに当ててボールの中にねじ込みました。キーパーの読み、方向は合っていたんですが、ここは止めることができませんでした。都市大塩尻、3人目は6番の和田です。和田かなた、今日は左サイドバックに入って攻守に貢献していました。あ、決めました。キーパーの藤沢、ここは合っていたんですが、ここは都市大の和田、ゴールを決めています。長野日大3人目です。今日ロングスロー何本も投げました町田です。決めました。都市大4人目のキッカーは20番の小林です。20番小林、2年生の選手が今ボールをセットしました。そい、止めた止めた止めた、藤沢止めた。長野日大ゴールキーパー藤沢止めました。大きくガッツポーズ。これで PK 戦3対3、5人目へと突入します。5人目はキャプテンマークをこの試合途中から引き継ぎました山崎です。
山崎と藤沢が抱き合って、この藤沢が止めればその瞬間長野日大は勝利です。都市大塩尻、キッカーは18番の清野。戦までもつれ込んだ試合はついに決着。 PK 戦で長野日大が決勝進出を決めました。第100回全国高校サッカー選手権大会長野県大会の準決勝第1試合、都市大塩尻対長野日大は PK 戦の末長野日大が勝利、決勝へ駒を進めました。それでは東京都市大学塩尻表彰者は長野県高等学校体育連盟サッカー専門部部長花田長之です。